皆さんこんにちは、ワンピクセルです。田沼亜美です。田辺七海です。田彩香です。番組名が欲しいということなんですけど、はい、ワンピクセル TV カッコカリっていう番組名でやらせてもらってるんですよ、うん、そうだね。カッコカリって何？決まってないんです。決まってない。あ、決まってないの、はい、決まってないのが嫌なの。決まってない。ね、そうだね、うん。だから今日は3人で話し合って番組名決定していきたいと思います。いや。決めよう。もう、じゃんじゃん案出しましょう。何にしようか。なんかある。なんか。バンちゃん。若いなぁ。若者の言葉よ。ワンちゃんもあり。まあでも、ワンピクセルとチャンネルをかけてるからワンちゃんなんでしょ。そうそう。反省。いや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 。決定。ちょっと待って。動画の尺のこと考えて、もっといい、もっといこう。じゃんじゃんいこう。そうだなぁ。アミは？ピクちゃん、ピクちゃん。なんて？ピクちゃん。ピクセルピクちゃん。いいやん、かわいい。はいはい、完成。はいはい、それいけ。ワンピクちゃん。あ、ちょちょちょ、あ、それいけ。ワンピクセルとか。アンパンマン、なんかきくりやん。ダメダメ、うん、なんかメガバイト。どっからどっから来た、それ。だってワンピクセルって最小単位でしょ。うん、メガバイトって大きくてよくない？なるほどね、なるほどね。まあ確かに、確かに。でもね、メガバイト、ワンピクセルとチャンネル全然関係ないみたいな感じになっちゃうなっちゃう。3人の中でよく言うのは3分校とかだよね。3分校しや、3分校。もうでもそれはね、あのほぼパクリよね。そうね、いらっしゃるから、ね、私たちが好きな、そう、好きなユーバーさん。そうですね、流行りにあやかって、はい、集まれワンピクちゃんとか。やだ、ワンピクちゃん可愛いじゃん。ワンピクちゃんいい、可愛いよね。ワンピクちゃん可愛い。いいじゃん。あとはワンちゃん。今日のワン完成。ねえねえ、レンちゃんとナナミンさ、私たちがやる番組名を決めてることを知ってる？可愛いじゃんね、今日のワン。可愛いけども、可愛いけども、アミのさ、あれ言わなくていいの？待ってるんだけど。待ってるんだけど、待ってるんだけど、あれ出てくるの。 あれ襲って言ってたやつ。恥ずかしくて言えないんだけど、なんか言ってくんない？早く。とね、やっぱ私たちが所属してる事務所、皆さんご存知かと思うんですけど、あの、それにちょっとあやかりましてですね、ワンピクシネマっていうのはどうでしょう。フェードアウトすな。面白い、すごい、面白いじゃん。煽ってんの。ついたね、渾身のボケなんで、アミの。でもワンピクシネマ結構好きだよ。ワンピクシネマズとか、ね、うん、いいと思うね。でもこれさ、一応さ、毎週今んとこ土曜日にあげれてるじゃん、うん、はいはい。だから土曜日どうでしょう。なんかね、うん、そう、聞いたことある気がするけど、なんかあるでしょ。ある、ないかな。ないよね。 あれないよね。あれないよ。なんかないないない。全然。それ採用。ないです。それでしょ。うん。採用で決まりました。土曜どうでしょう。やっ。ツッコミ不在なのやめな。やばいって。あとはさ、MV と番組を見分けられるものっていうのがなんか明確にあった方がいいよね。そうだね。結構真面目にワンピクシネマ好きなんですけど。ゴリ押しですね。ゴリ押しですけど、どうすか。アンタマもいいね。なんか集まれワンピクちゃん。あ、
集まれワンピクチャー多くない？さっき見ようか。なんだっけ。ね。ということで、番組名が決定しました。じゃあ、そのまま代表して、デンさん、頼むわ。はい。じゃあ、言わせていただきます。番組名は。ワンちゃんです。違うじゃん。ねえ、私とは間違いしないで。おい、誰だよ、出会いが。不思議な話。ってことで、番組名は。ワンピクちゃんです。イェーイ。決まりました。イェーイ。ワンピクちゃん。ワンピクちゃんで、番組たくさん撮っていきたいなって思いますので、皆さん、今後も引き続き、たくさん動画を見てください。よろしくお願いしまーす。まーす。動画を最後まで見てくださって本当にありがとうございます。この動画がいいなって思ったらグッドボタン、良くないなって思ってもグッドボタン、そしてコメントもたくさんお待ちしております。もちろんチャンネル登録してますよね。はい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 、ありがとうございます。皆さん拡散の方もよろしくお願いします。それでは以上ワンピクチャーでしたー。